さんブースです。三菱ブースにやってきました。見てください、めちゃくちゃかっこいい車があるじゃないですか。近未来的で、そしてロボットがなんか動き出しそうな感じ。一体どんな車なんでしょうか。行ってみましょう。はい、三菱ブースにやってきました。2台出ましたね。はい、2台出ました。あちら近未来的な感じのね、ちょっとなんか輸入車を思わせるようなデザインで、とってもかっこいいですよね。デリカっぽいですね。これね、デリカさんね、はい、来てもらいました。ダメ、いろいろ聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。じゃあまずですね、このコンセプトを教えてください。コンセプトはもう名前の通りなんですけども、スーパーハイトワゴンのコンセプトカーということで、新しいダイナミックシールドコンセプトを取り入れた K のスーパーハイトワゴンです。はい、ちなみになんですけど、なんかこうどういうところを見てほしいとか、乗って感じてほしいということってありますか。では実際に中をご覧になっていただけると分かるんですけども、開けてみてください。開けます。とても広いです。じゃーん、出た。広いです。むちゃくちゃ広い。ちょっと座ってみてください。座ります。むちゃくちゃ広い。本当にこんな見て、はい、本当にこんな感じ。そうなんです。めっちゃくちゃ広い。ちっちゃいでしょ。いやでも158センチで日本の女性の平均身長ですから。めちゃくちゃ広い、本当に。これあれですか、倒したら荷物もたくさん積めるんですか。その通りですね。それが重要ですよね、はい、座って広い、荷物も積めるっていうのが。ちょっとやってみましょう。やってくれ、何でもやってくれるな、何でもやってくれる。実は倒さなくても、はい、すごく簡単に、うん、女性の力でこんな片手でこんなに、あららららららら、やる、ね、私やりたい、私やりたい、ね、これを上に持ち上げて押してもらう。あ、そっちじゃない、こっちこっち。ピー、あ、簡単ですよね。全然簡単。戻すよ。こちらも押しますよ。そうするとこんなに広い椅子を上に上げて押します。これで、はい、上に上げた状態で押します。あ、めちゃくちゃほんとスって感じ。掃除機かけるみたいな、ピューみたいな感じ。ダイソン。ダイソン。すごい。でもちょっと前に出すだけでこんなに広がりましたよ。この状態でも前も座れますので。すごい。前はどんぐらい。あ、でも全然こんな、もっとさギチギチかなと思いきやさ、ちょっとここに余裕がある感じ。まあ狭いは狭いけどね。うん、でもって感じ。今シートは一応下げてるから。そうなんですよ、一応後ろなんで。まあ普通の運転室だとまあこんな感じですね、うん、普通ぐらい。普通よりちょっとちっちゃいぐらい。でも全然十分座れますよ。 K はすごいよ。ほら K ですよ、 K。 すね、すごい。上も高いし。ちょうど、ね、運転席開けてもらったんで、はい、内装をこれで民派で見ましょう。内装もね、どうでしょう。いいですよ。でもあれですね、やっぱりこう広かったりするから、で結構なんていうの、ごちゃごちゃしてなくてすっきりしてて、うん、ボタンとかでだからこうやりやすいですよね、はい、なんか迷わず。あれですか、 EK クラスとコンセプトは似てますね。そうですね、うん、なので収納の数も EK クロスに負けず、うん、カップホルダーの数ですとか、ティッシュケースですとか、うん、でもごちゃごちゃしてないのがいいんですよ、女子は。そうですね、なんかこう、いろんなとこがあったら、もうどれみたいな感じになるけど、全然そんなことないです。なんかボタンでピッピッピッみたいな感じだし、それもまたいいですよね。すっきりしてるのもすごく魅力的だと思います。ちゃんとやっぱり EKクロスワゴンと同じのツートンカラーもまた継続されてますね。メーターとか一緒ですか。メーターは同じです。一緒ですね、はい、ね、すごいおしゃれ。いいですね。ね、質感がいいですね。よ、EKクロスが大変良かったな。うん、その、さらに上を行く、ね、感じになりましたね。燃費とかはどうなんですか。燃費はちょっとまだ出てない、っていう感じですね、うんうん、はい。あ、これから。じゃあ楽しみですね。変わります。青山さん交代だそうです。交代、はい、じゃあ向こう行きましょう。はい、でも本当にデリカっぽい、ちょっとゴツッとして、
もう1分待って、1分待って、まだやってて、1分、1分だけ。ちょっとフロントはちょっとデリカっぽい感じ、デリカを思わせるような、ちょっと ごついというか三菱らしい感じのデザインですよね。なんかかわい、もうこの感じよ、このちょっとわかる、ここからここまでの感じね。いいですか。はい、続きましてはこちらです。説明してくださるのは、はい、三菱自動車デザインの松岡と申します。よろしくお願いします。もうなんといってもみんなで話したんですけども、はい、輸入車を思わせるような、はい、本当になんていうの、かっこいいデザインとか、あんまり日本車にはないようなデザインだと思うんですけど、はい、なんかこうここは見てほしいっていうのポイントありますか。そうですね、まず見ていただくと、まあ一番わかりやすいのがドアがないじゃんっていうやつですね。ないっすよ、はい、そうない、ドアがないって。ただご安心くださいと、シートベルトは4点式なのでっていうところはあるんですけども、まあもちろん乗っていただいてゴーカートのような感覚で、もうラフロードまでどこまでも走ってくださいっていうコンセプトなんですけども、で実際、まあ、私デザイナー、デザイン、まあ、若いデザイナーがたくさんこう絵を描いてこのしていく中で、三菱ってもともと実はドアがない車って昔あったんですよと。ご存知の人もたくさんいらっしゃるんですけど、三菱ジープっていう車。あ、それ知ってる、はい、それ知ってる私。この辺のやっぱりオフロードとか、やっぱりもうどんなところでも走れますっていうようなコンセプトが、実はデザイナーが思い描いているこの車の裏側にぼんやりと実は入ってるんですっていうのが裏コンセプトといいますか。素敵、歴史的背景もあり、ただこうデザインされただけじゃなくてっていうのがね。これがですね、これウーハーとかスピーカーがついてるのって言われることがあるんですけど、そうではなくて、これは中にガスタービンエンジンという小さな小型エンジンがついてまして、それがすごく熱を持つんですね。なので、強制的にこれがファンになってまして、これが回転して熱を逃がすためのファンです。なのでスピーカーじゃありません。温熱ファンですよ。はい、温熱ファンです。すごいですね、はい、これモーター、まあ、PHV ですけど、はい、エンジンとモーターどそれぞれどこに入ってるんですか。エンジンは、基本的に ガスタービンエンジンっていうのはこの下ですね、うんうん、はい、これがまあちょっとカバーみたいなデザインになってますけども、はい、この下にありますと、はい、モーターは実は4輪独立で全てにタイヤについてますので、はい、もうほぼインホイールモーター、はい、でクワットモーターシステムと三菱では呼んでおります。クワットモーターですね、すごいよ。見た目だけじゃなくて中身もすごいですね。これはちょっとどんな感じか見よう。はい、私デザイナーなんであまり技術的なこと言うのもあれなんですけども、要は四輪独立でそれぞれどっち向きに回転するかを制御できるので、理論上ですこの場でくるんって回れる。そうです、戦車のキャタピラじゃないですけど、まさにその場で回れるっていう。もうあれや、ゲームのやつや、マリオのほらマリオに出てくる車のやつや。マリオカートね、すごい。バナナ踏んだ時みたいにくるくるくるって。でもそれがもう出てきたってことですよ、ゲームの中から飛び出してもう現代に。こういうことです。ね、もうかっこいい内装。木の上だと多分くるんってその場で回ることができますね。道路だとちょっと厳しいと思いますけど。すごい、はい、かっこいい。このホイールとかもすごいかっこいいですよね。これまたちょっとまあ T 字を横にしたようなアクセントがリアとフロント入って、はい、ダイナミックシールドのまたちょっと次の段階にしたんで。そうですね、まさにおっしゃる通りです、はい、ダイナミックシールドの未来版みたいな感じってことですか。そうそうそう、次の世代、ね、おっしゃる通りです、はい、ダイナミックシールド、はい、それ好きなんですよ。デリカのほらダイナミックシールドとかも好きだった。それが受け継がれててよかったです。まあこれで三菱さんね、ずっといきますか。うん、そうですね、かっこいい。でもあれですね、エボみたいな感じですね。あ、そうですね、そういった意味でちょっとスポーティーな雰囲気はエボから PHV エボみたいな感じですね。楽しみです。これちょっとね、まあ全然市販はないと思いますけども全然安全上いろいろっていうのはあるかもしれないですけど、現実的なモデルじゃないですけど、はい、ただやっぱり三菱が今まさにその研究している四駆技術と PHV 技術、うん、まあ、駆動技術、そうですよね、なんかがこう今集大成としてこの車にまず入れてみて、技術を一つの車にしてみましたというところですので、当然これがその売られることはないですけど、それぞれの要素は今後出てくる車に、ああこういうところで使われてたんだみたいなものが分かってくれると。楽しみ、楽しみだわ。ありがとうございました。ありがとうございました。